悲願の甲子園初優勝を果たした仙台育英の選手や監督が午後仙台に戻りました。 JR 仙台駅には多くのファンが詰めかけ、温かい拍手で選手を出迎えました。こちらは仙台育英の選手を乗せた新幹線です。優勝旗を乗せた新幹線が悲願だった白川の関を越えました。優勝旗が福島県の白川の関を越えたのは午後2時18分。そしてこちらは福島県の白川の関です。ここにある白川神社の事務所前には仙台育英の勝利を祝う看板が掲げられていて、宮司がこの場所からは見えない新幹線に向かって手を振り呼びかけました。おめでとうございます。ご苦労様でした。そして午後3時ごろ、JR 仙台駅には多くの人が詰めかけていました。優勝を決めた仙台育英ナインが今仙台駅に到着しました。駆けつけた市民たちが温かい拍手で迎えています。手には優勝の盾を手にしています。多くの人たちは温かい拍手で選手を出迎え、仙台駅長は花束を贈呈し、選手の悲願達成を祝いました。